大阪府吉村博文知事、兵庫県斉藤元彦知事、関西経済連合会、松本正義会長が22日、大阪市内で共同会見を行い、リーグ優勝を決めた阪神とオリックスの優勝パレードを11月23日に両府県で行うと発表した。写真、2003年、御堂筋で行われた阪神の優勝パレード場所は大阪が御堂筋。 兵庫は神戸市の三宮。両球団が両会場で時間を分けて別々に行う予定とした。吉村氏は、関西の両球団が両リーグを制するのは59年ぶり。非常に嬉しいですし、パレードで皆さんと盛大にお祝いしたい、と語り、大阪はメインストリート御堂筋で開催します、とアピールした。まだ CS がありますから、乗り越えて。 そして見たいのは、両球団での日本シリーズ。ぜひ実現させてほしい、と期待した。御堂筋での開催について、大阪市役所を出発して、心斎橋まで約2キロのパレードをできれば。昨年のオリックスのパレードより距離を伸ばすことに意欲を示した。斎藤知事もパレードのルートについて、大丸百貨店からフラワーロードを南下した前回のものを参考にやりたい、とした。 斎藤知事は、神戸でのパレード開催は阪神が20年ぶり、オリックスは27年ぶり。仮に両チームが日本シリーズで対戦という形になると59年ぶりで歴史的な位置づけになる、とし、連携しながら関西全体で盛り上げていくのは大変意義がある、と語った。同パレードを、2025年大阪、関西万博の機運情勢につなげたい考え。吉村知事は、 パレードに馳せ日、同万博の公式キャラクター、脈々も参加してほしいとリクエストした。